さあ、ということで今日もヒットリング選手さん実況プレートっていこうと思うんだけど、今日紹介していく選手はこちらのミカエル・アントニオ選手になるんだけど、まあね、結構ね、俺の動画でもね、ぼちぼち登場した選手であるんだけど、まあたまにね、まあ出てくれた選手であるんだけど、まあ改めて今回このアントニオね、主役に据えてね、まあ紹介していこうと思うんだけど、で、ステータス見てもらってもね、まあかなり優秀というかね、まあヘディング85、そしてスピード91、ジャンプ92、フィジカル90ってことで、まあ非常にフィジカルモンスターっぽいね、ステータスになっているということで、まあ今回こちらのね、ミカエル・アントニオ選手を使っていこうと思うんで、よかったら最後までご視聴お願いします。ってことで、まあで、まあアントニオを使うってことで、今回こちらのウエスターマの選手、まあライス多分移籍するんだけど、まあデクラン・ライスと、まあボーエをね、まあ採用してみて、あとはね、今まで俺が動画で使ってきた選手って風に入れてみたんで、まあそんな感じで、まあ早速試合を取っていきましょうか。さあ、ということでマッチングしまして、ジャイアント・キリングマンさん対戦よろしくお願いします。さあ、選手の調子を見てみましょうかと。お、いいんじゃない？ちょっとバウトーレス絶好調で、まあ、調子マイケル不調なんで、ニック・ボームにしていきつつの、まあ、エンドンベレ不調なんで、誰使おうかな？オートプラザ攻めに行くか？まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうかと、まあ、やっていきましょうか。さあ、ここはアントニオのキックで試合開始と、まあね、基本的に今回アントニオはね、非常にスピードあるんで、まあ、アントニオの、まあ、裏抜けであったり、まあ、高さの面でも、まあ、かなりアントニオ優れているんで、まあ、そこにね、いかにクロス、高精度のクロスを供給できるかみたいなところが、まあ、非常に大事になってくると思うんで、まあ、そんな感じでやっていきましょうかと。さあ、キム・ミンジェの素晴らしいプレスからの、さあ、アントニオ早速裏取っていこうか。さあ、アントニオ抜け出していくよ。いやー、惜しいね。さあ、ただ切り替えて、ガラダチョ、オッケーオッケーオッケー。さあ、空空レジャー対トレッツ、トラトラショルテッカーの対決と。さあ、ここはなんとかウォーカーも戻されていくが、ここはしっかりと、ボーエが対応していく。さあ、ボーエ上がれ、ボーエ上がれ。このウエスタムライン使っていくよ。さあ、ウエスタムラインやっていくよ。ボーエ、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 負けない、ボーエ、負けない。いやー、惜しいな、ちょっとシュートやりたかったな。さあ、ただボールバランス、完全に読んでいく。さあ、ボールバランス。いやー、惜しいね。さあ、なんとかこう切り替えて、くならず守備していく。さあ、ウォーカーとエーゼル1対1だが、しっかりとか、ウォーカーが負けない、ウォーカー負けない、ウォーカー負けない。ウォーカー、ウォーカー、ウォーカー。ナイスチャラとボーエン。ボーエンじゃない。はい、ボーエンのやつ。さあ、そして、ここはボードプラスからの超シンプル、裏使っていこうか。いやー、これは、さあ、ガラダチョ抜け出していく。ガラダチョ抜け出していく。いやー、いや、今、アントニオシンプルに使ってよかったら、ちょっと欲張っちゃったな。なんか決めれんじゃないかって思っちゃった。てか、普通にアントニオのあれなんだ、紹介動画だったらアントニオにパス出せよって話なんだけど、さあ、ここアントニオ競っていく、アントニオ。お、いい感じなんじゃないか。オッケー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 。さあ、ここはチェフがなんとかスローインから試合再開と、さあ、なんとかアントニオ。いや、いい間くさび入れていくから、なんとかボーエ勝手にしか、ボーエ運んで、ボーエ運んで、さあ、アントニオ裏取れんじゃないか。いやー、惜しいなー。ただ、ボーエ切り替えて。ボーエン結構前プレも、ボーエンじゃない、アントニー結構こういう前プレも非常に優れているものあるんで、しっかりと寄せていくよ。さあ、ガールナチョ完全にカッティングしてガールナチョ。ガールナチョ、いや、惜しいな。さあ、切り替えて。ライス、ライス、縦パスケア、ライス、縦パスケア。ナイス、ライス。さあ、そしてここはなんとか、ガールナチョつけていく。さあ、アントニー裏取れんじゃないこれ。さあ、アントニオって言ったじゃん、ガールナチョね。これ、いい加減、イーフトボールさ、応戦認識対応してほしいんだけど。今度はアントニオじゃねえんだよな、ちょっと。ガルナチョ、ガルナチョ、お前ちょっと、お前、あんまあれだったら前半で帰るからな、しっかりしてくれよ。さあ、ここはなんとかパウトレス戻って対応していくよ。さあ、パウトレス対トレンタルサーダロシュラツイカの対決になっていくが、なんとかここは遅らせていく。さあ、ここはクレジャーカッティングしてからの、ちょっと一旦これで、アントニオに非常に高さもあるんで、ちょ、アントニオって言ったけどね。ちょっともう、ほんといい加減このゲームさ、ちょっと思ったところにパス出せんからさ、やめてほしいんだけどさ。さあ、ボードプラスしっかり戻って守備していく。ボードプラスこういう献身でもあるんで、ボードプラスしっかり取っていく。ちょっとセカンドボールな、こういうなんか、取り切ったところで取られるのが一番ちょっとね、ピンチになりやすいんで、そこは非常に気をつけていってっていうところであるんだけど。さあ、ここは終わったくさい！ニックボープライスだ！オッケー！ナイス！さあ、ボードプラス。いやー、インスルバスで行く。さあ、アントニオこれ取れるぞ。いやー、惜しい、防衛。もうちょっともうさ、もう声枯れてきちゃった。もう、アントニオナイス。さあ、そして、ボーエンもらっていく。さあ、ボーエンをシンプルに使っていきつつの、さあ、ウォーカーがなんとか、ここは。いやー、それ足届くか、アンドリー・ロバートソン。さあ、ただ、ここはなんとか、キム・ミンジ対応していくよ。キム・ミンジ、それ取ってよ、頑張って、もう。さあ、デクラライス、守備力見していこう。ここはデクラライス。オッケー、ライス、ライス。さあ、そしてシンプルにクリアしていこうか。ちょっと怖いんでね。もう、なんでそれ引っかかんだよ、マジで。アッパーにクリアしてるの引っかかったら、もうどうしようもねえんじゃねえかと言ったところで。いやー、これ危ない、危ない。さあ、ここはニック・ボームのゴールキックらしい試合再開と、結構ね、アントニオマジ高さあるんで、しっかりここアントニオ蹴っていきつつ、アントニオの高さを見せていくよ。さあ、素晴らしい主役を見せていく。さすがのボールでかないです。オッケー、ナイス、ボールプラス。そして、いやー、これはいいパスだ。出ていく、ボーエ、いいパス出ていく。さあ、そしてクロス上げていこうか。これはちょっとミスかもしれない。いやー、もうボーエ、クロス下手すぎ、笑うた。マジで。いやー、ここはアーノルドのスローインで試合再開。ちょっと今のさ、ちょっとあの、紫ゲージのクロスじゃなくてさ、シンプルにクロス上げてってもよかったけど、なんかちょっとさ、さっきじゃない、あの、昨日の試合でさ、クロスゲーされまくったからさ、なんかクロスやっぱあのボールの方がいいんじゃないかって思っちゃったわ。さあ、ここはムバッペのキック、これ試合再開と。まあね、アントニオね、結構いい動き出ししてくれてるんで、しっかりとね、そこにパス供給できればね、全員繋がってくると思うんで、なんとかね、アントニオね、見逃さないように。さあ、ウォーカーのバイシクルクリア決まっていくさ、アントニオ。高さを見せていくさ、アントニオ。いやー、いいぞ、アントニオ。いけ、アントニオ。お前が世界を変えろ、アントニオ。アントニオ、アントニオ、アントニオ。アントニオ、持ちすぎた、ごめんなさい。いや、もったいね、今、ちょっと、アントニオ、ちょっと欲張っちゃった。ほんと申し訳ない。申し訳ないな、これはマジで。これは俺のプレミアいくらなんでも。
ちょっと、くくれちゃ、もうくくれちゃ取れないなら足出さなくていいよ、ほんと。ほんとやめて、クロスやめて。ほんとやめて、ほんとやめて。ナイスフォーカー、さあ、セカンドボール。オッケーオッケー、セカンドボール。さあ、クリタリ用していく。さあ、ここはギュレル使って、ギュレルちょっと、マジこの試合何やってんだってぐらい。ギュレル何もやってないんだけど、さあ、ここはなんとか、ボーエン繋がっていく。さあ、ボーエンここはキープしていく。ボーエンキープしていくよ。さあ、ボーエンここはなんとかキーピングをしていく。ボーエン。ボーエンちょっと今なんかちょっとよくわかんないドリブルちゃったな。さったらなんとか、キムミンジェ。オッケーオッケー。さあ、いいくさび入っていくが、なんとか、ここがボーカー戻って対応していく。ボーカーさすがに走り合い負けないと。さあ、ここはシンプルにボードプラスで刺していく。さあ、そしてシンプルサイドに展開。からのなんとか、ボーエンが裏を取っていく。さあ、ボーエン抜け出していく。さあ、これシンプルクロス上げていいんじゃないか。さあ、いや、引っかかっちゃったが、なんとかマイボールド。オッケーオッケーオッケー。さあ、ちょっとさすがに選手変えてこうか。ちょっとイガン行ってみようか、今回。イガン行きつつ、あとは正直みんな疲れてないんで、ちょっと、さすがにちょっとガルナチは変えていきたいんで、ちょっとアザール投入していこうか。アザール投入からの、ちょっと試合中の役割でキッカーをボーエンじゃなくて、ウォードプラスに変えていく。お前、ウォードプラスがセットプレー蹴らないってどういうことなんだって言われちゃうから、ちょっとウォードプラスに変えていくよ。さあ、まあこんな感じでやっていきましょうか。さあ、ここはボードプラスの攻撃から試合したいけど、ボードプラスマジ高性能ボール機持ってるんで、ボーエンネット、いや、スカートボール、いやー、いいとこクリアすんな、こいつマジで。いや、ウォーカー、ウォーカー、頼む、ウォーカー、頼む、ウォーカー、ナイス、ウォーカー、ウォーカー、クリちゃん、クリちゃん、うまくして。来た、意外意外の、なんでシュート打たないの、こいつ意味わかんないんだけど、もうこのゲーム終わってらマジで、どう考えて今シュートのボタン入力しましたけどね。いや、マジか、今、シュートの終わるよ、マジで、バカタレが。さあ、ここは切り替えて、イガインディフェンスしていくよ。さあ、イガイン、こういう前プレイもね、イガイン積極的にやれる選手なんで、さあ、ここはアザール。ちょっとアザール、後半途中から投入すると、中面で不安あるんだけど、なんとかここはクリジャーケアしていく。さあ、ここはアザールドリブル運んでいくよ。さあ、運びつつの、さあ、しっかりと間を刺していく。さあ、そしてアントニオ、ゲイユからの、いやー、それ繋がってくれ。頼む。ボーイ行け、ボーイ行け、ボーイ、自分で行け、ボーイ、自分で行け、ボーイ、自分で行け、お前、世界帰ろう、お前が。いや、ボーイ、諦めた、ボーイ。いや、諦めた、そこ一緒にやるぞ。マジで、ウォーカー、ウォーカー、ナイスウォーカー。さあ、ボーイ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 。ちょっと、私。ウォードプラス、ちょっと、いやー、チェフィー、さすがチェフィーだな。ちょ、まあ、逆足だったっていうのも若干ね、そこはまあ、止められたのも仕方ないところあるんだけど、さあ、ここはしっかりデクラレスプレスバックしていく。ちょ、若干ラグが気になってきたかなんとか、イガンインがここはもらっていく。ちょ、待って、ちょ、待って、若干ラグがすごい気になってきたぞ。さあ、ボードプラス、ウォードプラス、なんとか繋げるか。さあ、ここはなんとか、アントニオ、そこフィジカル負けちゃダメ。アントニオ、アントニオ、アントニオ。さあ、頑張って、いやー、惜しい。いやー、ちょっと待って、ちょっとゼロゼロさすがに渋いから、ちょっと、なんとか、いやー、無視やな、こいつ、どこもダブチシが出てきた、こいつ。オッケー、ナイス。さあ、サイド逃がしておいての、キム・ミンジェの対応と、キム・ミンジェの対応と、オッケー、オッケー、オッケー。さあ、そして、振り向きさん、お前、ちょっと待って、いくらでも減らしてもすぎる。ナイス、ウォーカー、オッケー、ウォーカー、もう一回、いやー、頑張れ、ウォーカー、ウォーカー、頑張って、いやー、ほんとやめて、ほんとやめてください。お願いします、オッケー。クリちゃん、ナイス、あとよ、あとよ、空中で強さ見せてけ、あとよ、いや、あとよ、飛ぶの遅すぎ、お前。いくらあるの、飛ぶの遅すぎまして。オートプラス、このプラス。いや、ちょっと待って、サイド明らかに足りてねえぞ、人数が。ちょ、なんでそんな人数足りてねえんだ、マジで。ほんとやめて、ほんとやめて、ほんとやめて、オッケーナイスクリちゃん。ボーエン、ボーエン、ボーエンじゃ、ウォードプレス。意外です、意外。ちょっと、さすがにアザール疲れてないと思うで。いやー、アザールのアスリーキック。いやー、ちょっとアントニオ疲れてる。アントニオめっちゃ疲れてる。いやー、アントニオお前ちょっと疲れてるぞ、もうちょっと頑張ってほしいとか。アントニオあー、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ほんとごめんなさい、ちょっと、悪くなかった、悪くなかった。今の俺ちょっとほんと悪くない。今の悪くないんで許してください。いやー、これ0-0濃厚だな。いやー、まあ、しょうがないな、これは。まあ、アントニオちょっとワンチャンスね、決めれればよかったんだけど、ちょっと、ギリギリちょっとキーパー取られちゃったから、あそこがちょっと悔やまれるな。さあ、ということで、今回こちらのミカエル・アントニオ選手使ってみたんだけど、まあ、ちょっとね、俺の使い方が悪かったってのがあるから、まあ、若干ね、このアントニオがね、弱さ見せれなかったところあるんだけど、まあ、要所でね、スピードというか、フィジカルの強さみたいなとこ見せれたと思うんで、まあ、そういう意味では、まあ、星3ということで、まあ、かなり使いやすい選手になってると思うんで、よかったら、まあ、獲得してみて、まあ、皆さんも使ってみたらどうでしょうかというところで、まあ、今回こちらの動画はこの辺で終わってこうと思うんで、よかったらチャンネル、高評価、コメントのよろしくお願いします。で、さよなら。